い、皆さんこんにちは、さやです。今日はですね、セリアさんのご紹介をしようと思ったんですけれども、ちょっとダイソーさんにねお買い物に行ったら、どうしてもね皆さんにご紹介したいものがあったので、今日はセリアさんの購入品をやめてダイソーさんの購入品を先にご紹介していこうかなと思います。まずですね、ちょっと皆さんにご紹介したいなと思って購入してきたものがこちらになります。折りたたみポリタンクのコック付きというもので、これね 7.5 リットル入るんですよ、2ガロンで。500円の商品で少し高いかなとは思ったんですけれども、ね、ちゃんコードこちらですね。はい。で、もう少しちっちゃいのもありましたね。300円のタイプもあったんですが、今回どうせ買うってご紹介するならと思って、この500円のものを購入してきました。で、ホワイトで、ここにね、コックがこうついてるタイプですね。で、実際は、こんな感じで、ビヨーンと伸びます。伸縮タイプですね。で、こんな感じで結構コンパクトに持ち運びができるので、キャンプだったりとか、あとはもう本当にちょっとお水をね、溜めておきたいとき。キャンプか。そう。時にすごく使えるなと思いました。で、水が簡単に注げる蛇口付きということで、このね、蛇口が付いてます。で、水色のタイプと、このホワイトのタイプがあったので、ホワイトのタイプをね、購入してみました。すごいですよね。で、ちょっとね、お値段が500円だったので、ちょっと悩んだんですけれども、これはね、ぜひご紹介しなきゃと思ってね、買ってきましたね。で、こんな感じで、この取っ手がね、ついてます。取っ手がついていて、はい、こんな感じでね、ちょっと画面に入りきらないかな。こんな感じで大きくなってくれます。で、上は全体的にね、蓋がこんな感じで開くようになってますね。で、蓋を開けてからこれをぐっと伸ばしてあげます。で、お水をこの中に入れて蓋を閉めてからこんな感じになりますね。で、このコックがあるので、ここでね、お水の出し入れがこうやって調節ができるようになってます。すごくないですか？これ。500円でも全然いいかなと思いますね。びっくり。ほう。で、ネジが、ここにね、蛇口を閉めてるネジがここにあるんですけれども、まあこのネジがね、緩む場合があるっていうので、定期的にね、このネジをこうちょっと締めながら使ってくださいっていうような感じでしたね。で、すっごいこれね、いいと思います。で、洗いたいときはもうこっから手がね、もうスポッと入って、スポンジでガーッと洗える感じになってるので、これは使い勝手が良さそうですね。で、うちの主人釣りに行くので、釣りに行くときにね、こういうのに、お水をね、入れて、手を洗う用と、あとは、まあ、飲むものはね、買っていったりするので、手を洗う用にね、これを持たせてみようかなと思いますね。すごい、これね、クオリティ高すぎです。ダイソーさんすごい。はい。こちら500円の商品ですね。はい。はい。で、続いてご紹介するのが、こちら。こちら、リピート商品になってますね。白の、シンプル手提げ袋のちっちゃいタイプです。の5枚入りですね。で、縦が28センチ、横が22センチで、マチが9センチついているものになります。で、ダイソーさんのこのタイプの紙袋が一番枚数入ってますね。5枚。セリアさんだと3枚かなだったかなと思います。で、これはね、私お客様のところにね、いろいろこう手土産を持参するときに、この、袋に入れて持っていきます。はい。こちらはリピート商品ですね。はい。で、続いてご紹介するのが、こちら。貼って剥がせるラベル用紙を買ってみました。普通紙の4シート入ってるものになってます。で、貼って剥がせる。これで大丈夫なのかな？
あのね、シールをね、なんていうの？普通の、折り紙をフレークシールみたいに作りたいなと思ってちょっと買ったんですけど、シールにするやつがなくて、これで代用できないかなと思って買ってみました。はい、これでね、うまくいったらまたご紹介させてもらおうかなと思います。はい、はい、で続いてご紹介するのがこちらですね。ちょい置き助かりマスク入れということで、これね、12枚入っているものなんですけれども、お得な12枚入りということで、こういう感じのね、フィルムのマスク入れなんですよ。で、よいしょ、出すとね、こんな感じになってますね。ちょっと薄いんですけれども、抗菌って書いてあって、はい、こっちかな、抗菌って書いてあって、で、ここにねマスクを入れるようになってます。で、普通のね、薄い袋ですね。で、これはね、まあ、こんな感じで、こう、美容室とか、あとは食事をするときとか、歯医者の治療を受けるときとかね、こう、ちょっとしたときにね、マスクを一時保管できるっていう感じのね、フィルムのマスク入れになってますね。で、すごく薄いフィルムでできているので、もう本当に荷物がっていうか、バッグがね、ちっちゃい、バッグの時にこのマスク入れて持ち運びができないですし、あとちょっと厚みがあったりするマスク入れ、ちっちゃいやつとかね、だとバッグ、ちっちゃいバッグだと入らないかなと思うんですけれども、このフィルムだったらこうちょっとね折ってもらって、はい、でこのままバッグにこうポンと入れられるのでいいかなと思います。で、これをね見つけたきっかけとしては、ちょっとねコメントの方でいただいてたものがあったんですけれども、多分それとはまた別のものかなとは思うんですね、こちらの商品は。だけども、ちょっとそれをね探しに行った時にこれを見つけたので、あ、これも便利じゃないと思って一つ買ってみました。これはね、結構重宝するかなと思います。はい、でこちらと同時にですね、探しに行ったものがなんかね、それもこういう、なんていうの？フィルムのマスク入れなのかな？なんかね、結構枚数が入ってるのが、で、売られてましたよっていうことだったので、ちょっとね、そちらも引き続き探しに行ってみようかなと思います。はい。こちらもね、すごく便利そうな商品ですね。で、続いてご紹介するのが、こちら、私これ前買いましたよね。ストック買いしてたはずなんですけど。メイクアップスポンジ。バリューパックウェッジ型の30個入り。なんかスポン、なんかね、これ、買ったはずなんですけどね、ちょっと見つけられなくて、で、もう、なくなったので買ってきました。ストック買いしてたはずなんですけどね。で、これはね、ファンデーションを伸ばすのに、毎朝ね、このスポンジを使って伸ばしています。こんな感じで。そうでね、こうやって、顔にね、伸ばしてますね。で、大きさ的にもちょうどいいですし、で、これね、水を含ませると大きくなるんですよ。こんな感じで。で、水で膨らみ、柔らかさや密着度がアップということで、水につけてもいいんですけど、私はもうこれを別容器に入れ替えて、毎日1個使ってます。で、使うたんびにもう捨てちゃってポイしてますね。で、これ30個入りなので、1日1回使って、だいたい1ヶ月でこれを使い切る感じになってますね。で、30個で100円で、まあ1日1個使っても1ヶ月100円なので、まあ、洗ったりとかして乾かしたりとかするね、手間とかを考えたら、もう使い捨てにしてしまった方が絶対に私は楽だったので、こちらを買って使い捨てにするようにしています。はい。で、続いてご紹介するのが、こちら。こちら初めて見た商品でした。キッチンレトルトスタンド。で、粘着テープがついてますね。2個入りになってます。こんな感じでね、容器にくっつけて、レトルト食品を立てて収納できますよという商品ですね。で、これね、初めて見たので、新商品なのかなと思って購入してきました。はい。ちょっと開けてみましょうね。
はい、こんな感じになってます。でもここに両面テープついてるので、この両面テープでこうピタッと貼り付けてね、この容器のところに貼り付けてレトルト食品を立てるっていうような感じですね。で下向きでも使えるそうです。ケースの側面や底面に貼るだけということでね、下に貼ってもいいですね。でも安定感を求めるんであれば横に多分貼ってもらった方がね、安定感はあると思います。で一つのケースに片側だけをつければ大丈夫だと思うので、2つのケースに使える感じですかね。はい、こんな感じでね、ちょっとポコってなってる。はい、こちらのねレトルトスタンド初めて見たので購入してました。こちらが1点と、あとはですねこちらのキッチン小袋スタンドというものも発売されてましたね。でこれも2個入りになってます。これはねここがすごく細くなってるタイプ、はい、でこっちはねちょっとほらこんな感じで大きさが違いますね。でこっちはふりかけとかね、かつお節とかちっちゃいものをこう立てて収納するのに使えますよというものです。すごいですよね、よく考えましたね。これもここに両面テープがついてるので、このままペタッとね容器に貼り付けて使ってもらえるような感じになってましたね。これすごいですよね。これだとねごちゃごちゃしないで、こう上から見てこうやって探したりとかしても全然形っていうかこうぐちゃぐちゃにならないので、これはすごくいい商品だと思います。はい、で大きさはハサミでねカットできますよっていうことですね。はい、はい、こちらの商品を1点と、あとはですねこちらも購入してきました。クリップをつけたまま中身が出せる、キッチンの袋クリップということで、粉物などの袋に便利ということですね。はい、こんな感じで2個入ってます。え、あ、これは1個なのかな、あ、2個入ってんですねはい、ジャンコードはこちらになってますね。でこれはですねどうやって使うのかなと思うんですけども、こんな感じで開きますね。で袋をここでこうパチンと閉じて、こんな感じで袋を密閉して閉じて、使うときはここをねこんな感じで開けるっていうことですね。これもすごいいいと思います。ちょっと待ってくださいね。例えばこれをこんな感じでパチッと挟んで、でこっちここ切ってある手でね、で使うときにここだけこうやって剥がせばここだけ袋が開くので、こうやって使えますよっていうことですね。はい、でこれはね何回も使えるのですごく便利、これもね便利だと思います。でこの長さはこのよいしょ16センチのこちらの一種類のみ発売されていました。はい、すごいこれはね便利だと思います。こんな感じでねくるっとやって使えるっていうことで、こんな感じでねさささっと出せるっていうね、画期的ですね。はい、こちらもね初めて見たので購入してきました。はい、はい、で続いてご紹介するのがこちら、ゴミ捨て簡単浮き型くず取りネット。はい、これ全自動買ってきました。この間ね、二層式のやつを買ってしまったので、今回はね、ちゃんと見て買ってきました。全自動と二層式両方いけます。はい。で、これはオープン機能がついているタイプになっていて、ゴミ捨てがね、楽々できますよということです。で、これね、ドラム式の洗濯機と乾燥機、で、乾燥機付きの洗濯機は使用できませんということですね。はい。で、これはもうね、早速使いたいなと思ったのでね、購入してきたんですけど、やっぱりうちね、マメチッチの毛がね、
洗濯機の中に多分残ってるんですね。はい、こんな感じのね形になってます。でこれはね、どこを開けるのでしょうか。パカッと、ここをね両方からつまんであげるみたいですね。はい、こうやってここの中のゴミをねこうやってくるっとひっくり返してポイポイっと捨てられるタイプですね。はい、でいろんなタイプがねこの洗濯ネットも出ているので何にしようか迷ったんですけども、やっぱりねこの上をパカッと取って全部この袋がボンって逆さまにできるっていうのはねちょっといいかなと思って今回こちらにしてみました。で、あの上がねなんていうの、柔らかいタイプでこう空気を含んでて浮きになってるような感じのやつだったりとか、いろんなタイプがあるので、まあね、あの使いやすいタイプのものをね買ってくるといいかなと思います。こんな感じでね洗濯機の中をねぐる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 回ってくれますね。はい、開いてポイということでこちらね1点購入してきました。これはもうね、早速お洗濯で使います。はい。で、続いてですね、めちゃくちゃ可愛い新商品が発売されていたので購入してきました。こちら。はい。これですね。はい。くっつき缶ケース、ミッキーマウスということで、後ろにね、磁石がついてます。で、こう、ペタッとくっつくんですよ。冷蔵庫とかにね。くっついてくれるタイプの。ものですね。こんな感じで、まあこれは紙なんですけど、スチール面に貼り付く小物ケース、なくしやすい小物文具やネジの工具の収納にということで、ここがねミッキーちゃんになってます。で、冷蔵庫に貼り付けるタイプのってだいぶ前から発売はされてると思うんですよね。このタイプのやつなんですけど、このディズニーバージョンが発売されてました。でこちらはですねミッキーちゃんですね。ミッキーちゃんのジャンコードこちらですね。でこれと、はい、あとはこちらのミニーちゃん、こちらも出てましたね。可愛いですよねこのミニーちゃん。はい、でジャンコード全部違います。はい、こちらミニーちゃんのジャンコードになります。はい、ミニーちゃんと、あとは、こちらですね。エイリアンも出てましたね。はい。で、こちらがエイリアンのジャンコードです。はい。で、あともう一個が、プーさんですね。可愛らしいプーさんもありました。はい。で、こちらのね、くっつく缶ケースは、こちらの4種類ですね。が発売されていました。はい。で、発売されていた4種類をすべてね、購入してきました。すごく可愛かったので、これね、くっつけなくても使えるなと思います。すごく可愛いカンカンなのでね。はい。こちらね、めちゃくちゃ可愛いので、全種類買っちゃいましたね。はい。はい。で、次にね、ご紹介するのが、こちら。前にもね、ご紹介しました。口金ですね。ガマ口の口金。で、穴開き丸型のものになります。縫い付けタイプのものですね。で、ここが13センチと大きいんですよ。で、これで100円なんです。ダイソーさんのやつ。で、なかなか入荷しませんでしたね。私が前に発見してから。今回2度目の発見で、一つだけ購入してきました。はい、ジャンコードはこちらになります。で、前ね、購入したのもまだ使ってないんですよ。私、この穴開きタイプの縫い付けタイプが、すこぶる苦手なので、買ってくるんですけど、なかなか作る機会がないので、もう、これを機にね、じゃんじゃん、ガマ口を作っていこうかなと思っています。はい。こちらもね、何か作品にしようかなと思っているので、楽しみに待っててもらえればなと思います。2個あるので、1つは試作用で、1つは撮影用にしようかなと思います。はい。こちらの13センチのね、ガマ口の口金ですね。はい。これ見つけたら多分ラッキーですよ。なかなか今、
ないなと思います。はい、で続いてご紹介するのがこちらポチ袋、赤ずきんちゃんのポチ袋ですね。8枚入ってるものになってます。はい、でこれはですね、高さが 11.3 センチ、で横が 6.5 センチですね。いやー、この赤ずきんちゃんシリーズね、この間ポチ袋はなかったので、そう、このねポチ袋があったことに奇跡を感じました。はい、こういう感じのポチ袋になってます。かわいい。後ろはねちょっとまあ無地っぽいような感じでかわいいですね、赤ずきんちゃん。はい、でここにねちょっとお花がちっちゃくいるんですね。はい、でこちらのね赤ずきんちゃんを1点と、あとはこちらのポチ袋、柄違いの赤ずきんちゃんですね。はい、でこちらのね柄違いもすごく可愛くて、よいしょ、本当はねもうポチ袋をやめないといけないんですけど、買うのねついついねこれは買っちゃいました。はい、でこちらはね木のちっちゃい赤ずきんちゃんと狼ですね。でここにはねちっちゃいお家があります。はい、後ろは無地になってますね。でそんなに厚みはないかなと思います。ちょっと薄い感じかな。はい、でもねポチ袋として全然使えるし、でこの8枚入りって結構いいかなと思います。こういう可愛い系のものって5枚入りとか6枚入りとか多いんですけど、これはね8枚入りなのでねすごくお得だと思います。めちゃくちゃ可愛いです、赤ずきんちゃんシリーズ。他にもねボールペンがあるのかな、コメントの方で教えていただいたんですけど見つけられなかったんですね。多分ね入荷してるその種類でもね、置いてるお店と置いてないお店が多分いっぱいあって、私が今日行ったダイソーさんには赤ずきんちゃんシリーズはこちらの2点のみの入荷になってました。はい、また違うダイソーさんに行ってね、またいろいろ探してみようと思います。はい、はい、で続いてご紹介していくのがこちらのマスキングテープになります。こちらモダンというねマスキングテープになりますね。で2本、太いのと細いのが入っています。で太い方が15ミリ幅の6メートル、で細い方が7ミリ幅の6メートルになってますね。はい、ジャンコードがこちらですね。相撲なんですね、相撲モダンということで2つ入っています。はい、でこちらとあとはこちらのフレークシール縁起物ということでね購入してきました。はい、でこちらですね、なんと56枚入っているシールになりますね。珍しいですよね、56枚。で14柄が4枚ずつの56枚入っているということで、すごくね薄いんじゃないかなって思ったんですけど、実際ね貼ってみたらそんなことはなかったですね。はい、でまずはですねこちらマスキングテープの方はこちらですね。でこれで人模様になってます。でこの後ろにこれが続くような感じですね。こんな感じの模様になってますね。で細い方が鶴とこんな感じ、これひょうたんかな。はい、こちらがマスキングテープになりますね。でよいしょ、ちょっと広げた方がいいですね。でフレークシールの方がねこんな感じで、すごいですね、14枚入ってます。で実際一枚一枚すごく分厚くて、なんて言うんだろう、ちょっとこうザラザラしてるような感じのフレークシールで、ところどころまあこのね枠の部分が白押しされてるような感じです。こんな感じで日本とかね、で結構ねキラキラする感じですね、白押しされてるので、ほらタヌキとかもこうキラキラしてくれてます。で一つ一つがね厚いんですよ。ちょっとね横見てもらうとわかるかな、こんな感じで普通のシールよりも若干厚みがありますね。で結構ねしっかりしてますね。はい、でこれはねちょっと年賀状に貼ってみようかなと思いますこんな感じのねフレークシールを年賀状に貼ってみようかなと思って買ってきました。はい、で本日の購入品は以上になります。新商品もね
ありましたので、気になった方はぜひぜひダイソーさんの方に行かれてみてください。はい、今日も楽しかったよ、新商品いっぱいだったよって思ってくれた方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。コメントの方もお待ちしておりますので、ぜひぜひコメントの方も残していってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。